こんばんは、ようです。いつもありがとうございます。今日は、僕が、ルームファクトリーと、出会ったきっかけとか、ちょっとご紹介したいなと思って、まったり話させてもらいたいと思います。まずですね、僕自身、ルームファクトリーの多分最初のやつが2006年とかに発売されてて、僕自身がルームファクトリーシリーズ自体を知ったのっていうのが、もうそれからだいぶ経って、2013年とかなんですよね。もう結構、年齢も上になってて、ちょっと、仕事とかでいろいろあって、ちょっと時間ができて、ゲームとかする時間があって、なんか面白そうなゲームないかなと思って、中古屋さん、近所の中古屋さんに行ったんですよね。で、もうその時は 3DS が発売されてて、ソフトも 3DS が中心で、まだスイッチは出てなかったのかな、その頃は。なったんですけど、ふと、DS コーナーの中古のコーナーに目を向けたら、当時、ルームファクトリー3が1個置いてあって、で、その中古の 3DS じゃない、DS の場所にしては結構、値段が高くて、当時僕が買った時は3980円ぐらいだったかな。で、なんとなく気になって、で、なんかちょっとネットで調べたりなんかして、なんか評判良さそうだったんで、買って始めたっていうのが、僕のルームファクトリー4じゃなかった、3との出会いで、でもその時は結構時間もあったのもあって、なんか結構もう何百時間単位で遊んだんですかね。面白くて、すごいハマりまして、で、面白いなぁと思っていたんですけど、で、そのまますぐに4を買うっていうわけじゃなくて、なんとなく、一応4はなんとなく買わなかったんですよね。なんでか気にはなってたんですけど、なかなか手は伸びなくて、で、2017年、もう結構最近になるんですけど、再販、ベスト版みたいなやつが、2017年の冬ぐらいですかね、にルームファクトリー4を発売されまして、で、またこれがまた面白くてですね、これが確か記録見たんですけど、3DS 版は500時間ぐらいですかね。なんだかんだ、もうそのゲームだけ、ルームファクトリー4だけ遊びまくって、もうドハマりしたって感じでプレイしてたんですよね。本当に面白いなと思って。で、2018年になって、なんか、ブログとか書くの好きで、他のゲーム以外のブログも書いてたんですけど、で、なんか試しに1個か2個、なんか書いたんですよね。ルームファクトリー関係のブログを。で、もうその2記事ぐらい書いて忘れてたんですけど、なんか結構アクセスしてもらってて、それが面白いのもあったんですけど、それから 3DS のルンファクのブログの記事とかを、ちょこちょこ書いたりしながらやっていて、で、2019年になって、ルンファクトリー4スペシャルが発売されて、これも、
って、面白いの、面白、まあ、スイッチ版で遊びたいなと思って買って、まあ一緒にプレイしてて、まあそうなってくるとなんか、YouTube とか、いろいろアップしたら面白いかなと思いながら、アップ、ちょこちょこアップし始めて、って感じですかね。で、その時、今みたいに声は入れてなかったんですけど、まあその理由っていうのが、まあ結構、その、声入れるのって、なんか恥ずかしい部分もあって、最初の方は入れてなかったんですけど、入れずにもう本当に音のみって感じでやってたんですけど、で、5が出る2021年、になったのと同時に、まあやっぱり、まあ僕、編集もほとんどしないので、音声、声を入れた方が分かりやすいんじゃないかっていうことで、声を入れて、ルーンファクトリーの、動画をアップし始めました。まあ最近では生配信なんかさせていただいていて、ちょこちょこコメントいただいたりとかして、そういうのが本当にすごく嬉しいですし、まあ、特に生配信なんかですと、そのコメントいただけると、その配信のしやすさっていうのも非常に増しますので、まあ、もし今後も生配信とあれば、気軽にコメントといただければありがたいなと思います。で、一応、とりあえずチャンネル登録1000人を目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価いただければと思います。よろしくお願いします。では。